ンドこのサークルでこのメンバーで最後までやりたいなと思います。最後までよろしくお願いします。新活よろしくお願いします。また今日が終わってくれ、忘れて
ってるうちは楽しくやっていけるが、何かが崩れて崩れていく気がした。目の前の現実に立ち向かうことがこんなにも難しいことだとは思いもしなかった。俺には特別な力があって、才能があって、音が、言葉が、思いが目に見えるような気がしたんだ。それは間違い、いや間違いじゃない。なんて見とらず自分に言うことで、何やかと、その何か知らないことを恐れ、人生を一生前に掲げ、今日は顔見込み、ひたすら人を信じ、支えるため大げさに笑っていたんで、そんな自分が知らずはならない。いつまで俺は俺と味方だ。俺だけが俺を信じ続けてやる。脱足された物語、そこに出る神秘の数々、
学生の注目を避けるように行われる消火活動、鎮火した頃にはもう誰もいない。音も光もない世界、一つ、二つ、三つと指折り数えるたびに照れ誘い、ズレズレと立ちすくみ、目を背けて飛び立つ。時は刻々と進み、記される記述、間もないならいざ知らず、消えゆくそれは偶然の灯火。
もうそろそろ拳も上げ疲れた頃やろうし、別に上げんでもいいです。夏の時も言ったけど、このバンドは、みんなからあんまり、祝福されずに生まれたバンドで、でもこうやって、最後のライブってなった時に後ろまでいっぱい人が見に来てくれてることをほんまに嬉しく思います。そして、この僕の世界一大好きなバンド、多分僕ロケット・ザ・ブルドックス世界で一番僕が好きなんですよ。僕の右に出るもんはいないと思ってます。そのバンドをこの初めボブ、ユウさん、シロンさんでこうできるのはほんまに嬉しいし、これが最後やからと別に悔い残るようにやってないし、気持ちよく終わりたいと思います。ありがとうございました。輪郭でした。ありがとうございました。青く脆かった。俺はこのサークルに飽きて。